おいおいおい、とんでもない出落ちじゃないか。これ一応ホラーゲームらしいんだけどさ、なんだこの絵。いや一応さ、プレイとかオプションとかはさ、ちょっと怖い系の文字で書いてるけどさ、ちょっと血っぽい感じで、なんだこれは本当に。いや、やばそうだね。やってこうと思います。全く事前情報ないんだけど、やばいゲームってことだけはわかるね。早速プレイ。お、なんかでもちょっと怖そう、普通に。え？あ、なんかまあ見つけなさいみたいな感じ？自分の道を。どういうこと？うわ、なんか。あー、怖そう。あ、おいおいおい。俺、めっちゃ一般人感すごいけど、ちょっと待ってください。あー、もう戻っちゃうんだ。ちょっとあのね、ちょっと、こんだけしかないの？設定が。設定がグラフィックしかないの？あの、マウス感度高かったから、マウス感度変えたいんだけど、あとさ、グラフィックの設定でポテトってなんだこれ。ちょ、ポテトにしてみるか。あー、すげえ画質悪くなったわ。これポテト画質か。マウス感度高いな。まあ、いっか。そんなね、文句ばっか言っててもダメなんで。でも、棺桶とかもあって、なんかちょっと、怖そうな感じするな。骨があって。え、どっち行けばいいんだ。うわー、どっちも怪しいとか言ってたら、後ろから来るとか。ではないか。とりあえずこっちから行こう。あー、はいはいはい。ここに人閉じ込めて、吊るすやつだよね、これ。あ、なんか、じゃらじゃら聞こえんな。意外と怖いゲームなのか？あ、すごい奥まで道が続いてそう。意外と怖いゲームなのかな。なんか想像と全然違う壺がある。勇者の壺みたいなのがあるけど。これ何？ドラクエ？もしかしてこのゲーム実は。3D 版ドラクエ的なこと？でもなんか音するね。ジャンプとかもできんだ。ふわふわしてんな。宇宙空間ってこと？これ。うわぁ、なんかもう何もいないし。どこ行けばいいんだ？でもスタミナとかあるから、走ったりすんのかな、一応。どこ行けばいいんだ？こっち行けば広っ。あ、え？なんかいる。ん？なんかいない？誰か閉じ込められてんのか？あ、誰か捕まってるパターン。ではなさそう。なんだこれ。ああ！なに？なにこれ？ちょっと待って。逃げた方がいい。どんなゲームだよこれ。おい、ムキムキの何、犬が走ってきたぞ。なんだこのゲーム。待て待て待て。うん、2時間で作った。まあ、2時間で作ってそうだなこのゲーム。あ、でも結構面白いかもしれない。だって今までになかったもん、今までになかったもん。全部面白いと感じてしまう男なんでね、僕は。え、じゃあこっちの道が正解なのかな。いや、犬に、ムキムキの犬に出会うって正解じゃないか。待てよ、さっきそっち側行ったもんね。一回こっち側行ってみる。どっから来た、あのムキムキの犬。あ、行き止まりだ。けどこれ越えれるよね、普通に。何の意味もなしてないけど。あの、行き止まりみたいな何の意味もなしてないけど、大丈夫これ。うわ、怖いな。でも右から来そう。いるいるいる。あー、やばい。逃げた方がいいんか。これ行き止まりっぽいな。やばい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 。いや、あの、追われる時の BGM とかないんか。シュールすぎるって。いや、シュールすぎるって。追われてから捕まった時の音もプン。それだけ。いやいや、おかしいでしょ。もっと緊迫的な BGM 流さないと。逃走中って見たことある？ドラマじゃねえわ。あの、バラエティ番組。ハンターに追われる時は緊迫的な BGM 流すでしょ、あれ。真似した方がいいぞ。こっち側も行ってみるか。なんだ？なんか祭壇みたいなのがあんな。でも一応あの犬に見つかった時なんかワオみたいな聞こえるよね。待って、よく聞いたら犬の鳴き声でもなんでもねえ。ほう。おい、待て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 、やばい。ああ、もう早いし、やっぱ鍛えてるだけあるわ。これランダム脇？確定脇？ちょっとそれだけ気になるな。まあ、このゲームでもうランダム脇とか確定脇とかもうどうでもいいけどね。それでも気になってしまう。あとさ、ちょっとこのさ、なんかちょっとだけ火花が散ってる感じ、結構俺好きだな、こだわってて。待てよ、さっき来たもんな。これゆっくり行くとかあんのか。しゃがんだりはできなさそう。うん、一回ゆっくり行ってみるか。まあ、ライトの時点でバレるか。ゆっくり行こう。主人公。まあ足の方向おかしいけどな。あれ、なんかあるけどな。
いる。やーべ、バレた。これなんかない、なんかない、隠し扉とか。おおお、助かった。助かってる。気づいてないんか。おい、俺ここにいるぞ。気づかれてない。よし、バレてない、バレてない。ちょ、後ろ向いていたら意外と逃げていってくれるかも。どっかへ。負けるかもしれない。うん、負けそうにないな。怖っ。よく見たらもう目も白だし。何これ。でもここ隠し扉でもなんでもないっぽいな。でもこれさ、出たら即捕まるよね絶対。あ、意外とバレない。あ、お疲れ様です。あ、お疲れ様でした。よし、助かった。来てないよね。よし、助かった。みんな、これめちゃめちゃ攻略法なんじゃない。もしあの犬が一体だけだとしたら俺はもう勝ちよ。あそこに湧いて今いるから、もうこっち側にはいないってことよ、あの犬は。これ勝ったでしょ絶対。で、こっちでしょ。こっち行って左行ったら奥がまだあったから、あそこなんかもしあるとしたらこれも勝ちだけど。なんか鍵とか集める系なのかな。いる、いっぱいいるんだこの犬。いっぱいいるんかい。意味ねー。なんだこのゲームは。全部行ける道行ったけど、全部なんか行き止まりってか、犬がいたけどね、犬止まりだったね全部。行き止まりじゃなくて、うまいこと言ったと思ってます。はい、僕は今うまいこと言えたなって思ってますよ僕は。わあ、なんかこれ巻くパターンかな、さっきの感じで逃げて。いやーでもなー、逃げれるかな。さっきみたいなスポットがまたあればいいんだけどさ。とりあえず壁沿いに歩いてって、これ待てよ、ゆっくり行こう。いやー、バレるなー。いやもう筋肉あんのに走んのめっちゃ速いんだよ。やばい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 。なんだこのゲームは。おい、どこ正解なんだ。あとスタミナないんだよな主人公の。うすうす気づいてたけど、スタミナが全然ないの。おじいちゃんかもしれません、もしかしたらこれ主人公は。こっちでなんか奥あったっけ。あー、なんかあるな一応。なんか申し訳程度に作っときました感がすごいけど、うん、別に何かができるわけではなさそう。やっぱさっきのとこの奥だな。でも犬が絶対来るから、なんか召喚するのか。そういうわけでもなさそう。なんか迷ってない俺、このシンプルなゲームで。もしかして俺このシンプルなゲームで迷ってる。ジャンプしたらスピード速くなるとか関係ないよね。ここ行っちゃダメだもんな奥。いやー、あの左、いやーこれどこなんだろう。ここ行ってみるか一回。ゆっくり行く。あれさっきどっちから来たっけ、このここ右にいたんだっけ。あー、ここか。ここ奥行ってみるか一回。あ、なんかこうやれば走れんのか一応。あ、なに、なになになに。え、じゃあ捕まるんかい。なんかあったぞ今。なんかクラブみたいな。なんか奥にクラブみたいなあったけど。なんかこれ走り方学ばないといけないパターンだな。ジャンプしたり、ジャンプしたり、この走ったりを組み合わせて最速でいける方法を探せみたいな感じ。おかしいだろ。ホラーゲームでなんか速く走る方法をひたすら研究するっておかしいだろこれ、ゲームとして。あ、でもめっちゃ速いわなんか俺速度。なんかあったな奥にね。でもなんかすごい嫌な文字が見えた。サンクスフォープレイングって見えたんだけど、もう終わっちゃうもしかして。待てよ、最速で、最速でいけ、最速でいけ、やばい、最速でいけ、最速で。いや、やっぱサンクスフォープレイングって書いてあるよね。終わり。おい待て、おい、これあの棺桶のダンスだな。一時期 TikTok とかで流行ってた。おい待て待て待て、おいおいおい、終わらせないぞ終わらせないぞ。何このクラブ、ここに着くからあの宇宙空間だったの最初のタイトル画面。今年のゲームだと覚えないな。な、踊んな、これ捕まっても大丈夫なんか。皆さん、何も言うことがないです。